妖精さんは楽しいことが大好き。楽しければ自然と増える。それが妖精。じゃあこういう時のために用意しておいた私のとっておきの冗談を披露し、え、助手さんがやってみる？平気ですか？冗談ですよ。人を笑わせないといけないんですよ。は？絵本、七人の子供。里には七人の子供。アラン、ベッキー、カール、デラ、エドガー、フローラ、ジェフ。とっても仲良し。アランは森で飢え死に。ベッキー滝にも逆さま。カール馬車に引かれて。デラは波にさらわれ。エドガー野犬のごちそう。フローラノコギリバラバラ。ジェフが全ての犯人。おしまい。ネガティブ絵本禁止。日々明るく楽しく過ごしているのに、なぜこんな心の闇が芽生えますか。あ、ダウン。これはもうしばらく使い物になりませんね。暗いところで人生について考えたいです。